こんばんは。深川亮です。いどうして自分の名前で噛んだんですか <laughs> ちょっとまだ整ってなっ。信じられない。ま整ってない。整ってないって、先週分取ったじゃないですか、今。信じられないオープニング譲ったのに、や,やっぱり私がやります。んこんばんは、田中みなみです。土曜日の夕方、この時間は、皆さんに心温まる時間をお届けしたいと思います。<laughs> 本日も先週に引き続き。<laughs> ヘヘララしないいやいやいやほんとにどうされました深川さんいやなんだろうだんだんねちょっとなんか平常心保てなくなってきましたよちょっとでも確かにこのスタジオに入った時から<え>なんかなんか私たち変ですよねっんななか入ってないですよね <laughs> <laughs> 美味しかったですけどこの番組2本撮りをしてまして<え>収録の前に打ち合わせの時間にね深川<え>さんとモズクスをいただいたわけです 1>、うん、で1個ずつ分けて食べたらもう笑いが止まんなくなっちゃって<笑>,<笑>,笑,い笑いと咳きが咳き、うん、っていうかなんかむせむせちゃってね, <laughs> ね本当に上等のモズクス、うん、いただいたんですけれども、えー、さあシャキッとしよう <laughs> はい お願いします。はい。改めてお名前をお願いします。はい、ありがとうございます。すいませんね、オープニング失礼いたしました。なんでいいおどんだんですかね、深川亮です、ね。<laughs> <laughs> まあ逆にね、100点出したんじゃないかというね,あ,ねありますよねプラスう。うまくできたところでってなりますから、ね。自己肯定力がある。はい、さあ今日も深川さんと楽しくお話ししていきたいと思います。はいざっくりお楽しみに。 先週に引き続きゲストは深川亮さんですよろしくお願いします,します先週は、うん、えとこのラジオに深川さんが出てくださることになった経緯と、うん、であと深川さんが私にお礼を言いたいということでここに来てもらった、ええ、そして実はもう一つここに来た理由があるというところで気になる気になるっていうところで終わりましたね、ええ、一体何でしょうあなたはハードルを設置しましたねま <laughs> たね <laughs> 随分丁寧にね、設置してくれましたけどね。ね何でしょうか。いや、あのー、本当に、なんか、プランとかそういうことじゃなくて、自然発生的に私の胸の中に生まれたものなんですけど、曲を作りたいなと思ってしまったんですよ。うん、で、私そこなんですけど、その、どうにかなりそうでね、はい、踊ってくれたじゃないですか。え 田中みなみさんと、はい、広中彩香さん、ええ、この2人がユニット組んだら,あらもうそのイメージでパンパンなんですよ頭の中いいですね、ええ、でも深川さんを私たちがせっかく踊った、ええ、TikTok 風に「あざとくて何が悪いの,の?」のインスタグラムにアップした、ええ、その音源、ええ、発売もしてませんよね、ええ <laughs> 世に出ししててなないいでですすよよねねリリース販売はしてないですけど、リリースはしてます。リリースは自分の中でしているだけで、世に出ていませんよね、<laughs> いやいやそれ、リリースって言わないんですよ、勝手に自分の中で、リリースって、放つっていう意味なので、<laughs> い<や>ただ、放ったほうがいい、心のリリースはもう大解放ですから、心のリリースに富田しおりさん、使わないでいただけます <laughs> いやましてやね田中さんとねもうお二人も、ね、参加していただいたわけなんですけど、ね、だから弘中ちゃんと私がやらせていただけるのであればそれはやっぱりお商売にならないと<ー>、ね、ただ深川さんの中でリリースするために私たちは協力できませんよもちろんあのお二人にねあの曲を書くことが、ね、許されるのであればもちろんそれを土に埋めるなんてことはしませんよ <laughs> USB ドまりにはしませんよ<ー>もちちろんちゃんゃと、まあ、叱るべき人を とまあなんていうのかな環境を整えた上でリリースをしたいなと思ってますけどまあなんせ、ええ、今この飛ぶ鳥を落とす勢いの2人が組んで歌なんか歌ったら好きな女子アナランキング1位2位ですからね滑舌いいな <laughs> 噛まずに噛まずに言えるところはさすがですけど <laughs> りよ、ええ、もうタイトルまでできちゃってんのタイトルも、うん 何ですかいやここで言っちゃうとさしかも多曲出して大丈夫で大したことないんだから言ってください <laughs> <laughs> 出た皆さん悪魔が出てきましたよ悪魔, <laughs> 悪魔でたびたび出てくるよねいやだからそれはまだ私の頭の中でねあるんですけどいやだってこれさ何かの縁としか思えないんですよ 何かの縁っていうか、自分でお願いしてきたんですよね。<laughs> でも、<laughs> 何の縁でもないですよ。ね、あのー、お言葉ですけど、えー、ありがたいことではあるんですが、番組に、まして、広中さんにまで波及させてくれたのは、あなたじゃないですか。それはなんでかっていうと、えー、深川さんがそのね、あそう、先週聴いてない方のためにもね、えー、ちょっと、今一度ご説明しますと、えーえー、どうにかなりそうそう。え、という曲を。 えー、富田潮里さんに歌ってもらって、それが SNS で広がりつつあるから、まあ、大きな風を。 あのふかしてほしいということで、田中みなみさんにお願いしたんですあの星野源さんの「うちへ帰ろう」の2番戦時みたいな、2番 2> 2番 <laughs> 2> 3番3 4番戦時ぐらいの、ねえー、もう8番でも何番でもいいですけど、やり始めたものの、えー、結構手をつけるのが遅くて、でえー、あの割と失速しているという状況なんですけれども、<laughs> いやそ,いやそれはちょっとね、富田さん、毎日こうやっていて、うん、でも本当にあ,のあれを見て影響を受けたわけでもなくって。 あのあのイベントとかではやっていたものなのでなんかあのその自宅でできるものっていうことで確かにそういうふうに映るかもしれないですけど <laughs> まあなんせ田中みな実さんがやったら大きな風になるだろうって。 ということで相談したら番組の SNS に上げていただいてそれは何でかっていうと、えー、私がインスタグラムをやっているけれどもそれは写真集のインスタグラムであって今現時点では閉鎖してしまっているからだから何かでも力になりたかったんです、えー、じゃあ今朝得とくて何が悪いのっていう番組また局なんですけれどもそこであの7月末頃に特番をやるからそのための SNS が立ち上がっ 立ち上がったばかりだったんです、うん、だからプロデューサーさんにお話をして、うん、そこでできないかなっていう、うん、あざとくやるっていうので、うんうん、で提案をしたらいいですねと言ってもらえて、うん、で広中さんがまずやりでその後私がやるっていう流れになったわけですね、うんうん、でしょ今ね丁寧,丁寧に説明してくとその流れ通常であれば3ヶ月かかるタイプですよ、うん、通常であればそうかな ?3 日後に広中さんはやってましたからねそうですよ もうインスタ、上がってましたから、SNS の良さってそこじゃないですか、<laughs> やってない私が言うのもなんだけど <laughs> いや、確かに SNS の良さはそうですけど、いろんなこう事務所の壁を越えて、ましてや番組まで巻き込んでの、まあ、ある種、まあ、小さななんか、まあ、プロジェクトというと大げさですけど、まあ、それなりのエネルギーじゃないですか、えー、これ、3日でもう世に出たかと思って、うん、もう震えましたよ、本当に。いや、もうテレ朝のプロデューサーに感謝です、ね、いやいや、あなたですよ、まず。 まあそれもそうなんですけど、えーえー、もうあなたにもうノート言えない感じになってる <laughs> なんか楽屋とかもすごいことになってそうだねなんかえな何ですかえ普通の楽屋使ってる普通の楽屋ですよ本当なんか役員室とか通されてないよ通 <laughs> されてませんよ <laughs> 本当,本当いやでも本当びっくりしたでも愛されてんだねやっぱねみんなにいやもうでもほら深川さんからお願い事されたことが一度もなかったから まあ,あの、トンブリの帽子かぶってくださいとか、そんなのありましたけど、でも別になんか、で、ね、バズらせたい気持ちは番組側も同じだから、だから、利害が一致してててるなって思っ思、えー、こっちの恩恵の方がはるかに大きいとは思うんですけどね、で、ちょっとまあ、それだけねあの、感謝してるんですけど、感謝だけで。 収まらななくっっちゃて何か恩返しをと思ってその二人があざとさ満開の曲をあざとい振り付けで歌ったらもうこれはもうんかもう大旋風起きるなと分かったえ分かりました私ひらめいちゃったどうしたいいですかその TBS で他局の話するのもあれですけどその番組の エンディングテーマソングみたいな感じであの単発の番組なのでレギュラーじゃないんですけどそれこそ踊りを踊りと振り付けを弘中ちゃんとやるってどうですいやもう最高。恋ダンスみたいな感じで最高じゃない。恋ダンスまた2番戦時。それも星野源さん。いいよ。いいよもう恋の2番戦時でいいわ曲名いいですね。恋の2番戦時。悪くないです。 いやいやまあ、まあねいやもうどうであれ私はもう 2>,、うん、あ2人がもう並んで踊ってる映画も頭から離れなくてあのちょっと昔のウインクみたいな感じでねそう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 ええ、いやもうだってえ好きな女子アナ何番だったっけ1位2位です <laughs> でしょその2人がユニット組んだらもう最強じゃない、ええ、でなんせ このコロナでさ、みんなやっぱりなんだかんだ精神的に塞ぎ込んでたり、うん、無意識で疲れてるんですよ。その疲れをもう癒すというか、すごく日本を明るくしてくれる二人だなと強く感じるので。ええ、やらせてください。ちょっと私すぐにこの放送、ええ、あの収録終わったらプロデューサーに連絡しますから。ええ、なんかごめんなさいね、本当ね。いやいやいや、振り付けは誰が考えてくれるんですか？ あそれはもうお任せしますよ。お任せ <laughs> ちょっともう弁護士つけてもらおうかな。<laughs> ここ時 <laughs> もう一字一句もうね、引っかかっちゃうから。だってノープランすごいやったら自分で持ち込んできたくせに。じゃあ企画書書くから。はい。ええ、ちゃんと振り付けも、ええ、あと私ちなみに言っておきますと本当に音痴なので歌は歌えません。<laughs> 歌ってもらうならもうひろな中ちゃん私はもう本当にあーああいやもう贅沢は言いませんよ深川さんはそれ歌うんですかそれ DJ を後ろで曲を作るということです2人をプロデュースということです「ロケットマン」は出演しないあのー、そうですね表には出ないで大丈夫です ツンクさんみたいな、はい、だってそれこそツンクさんみたいになってったらもうねあのおこがましいですけど本当 <laughs> ですねインスタグラムでさ、ええあの「ロケットマンからこういうメッセージが来て」ってさ<う>上がってるでしょでコメント欄あるでしょ、ええ、もうすごいあるでしょ、はい、誰も俺に触れてないから <laughs> 誰も俺に触れてない <laughs> まあ無風ですよ本当うん、なんだろうね 見えてないのかね。な中ちゃんが可愛くてどうにかなりそう。広中アナかわいい。な中ちゃん、な中ちゃん、な中ちゃんって書いてありましたね。わかんないなりにさ、ロケットマンって誰みたいなのあってもいいじゃん。確かに。何にもないの。なんでロケットマン絡んでくるのとかね。うん。見えてないんだね。見えてないんですよ。もう文章読んでないのかな。それぐらいやっぱ二人のね、踊りが素敵だから。ね。うん。そうそう。だから私はもう全然ね、それでいいんですけど、縁の下でね。 でも本当と,とにかくあのー、私の思いではありますがこれはきっと日本中を楽しくさせる二人になるだろうとまあ、なのでねちょっとまあ、あのー、曲の壁をまたいでお話になってしまいました。衣装どうします衣装すえ？え,えまだする大丈夫これ見てほしいものもあるの。はいこれ見てこれ。

やめてよ <laughs> ちょっとやめてよ <laughs> 怖い、えーとね、怖い怖い、うん、<laughs> これはとんぶりの種まきシーンですよえちょっと待ってください今までずっとひろな中ちゃんと私のなんかアイドルプロデュース計画みたいなことからの急に「えー、とんぶりの種まき」ですかいや,いやとあのアイドルのねそのプロデュースは、まあ、それでお伝えできたんでそれでおしまいだったんですねまあ、こ この番組においてはね。なるほど、じゃあ、ここからが始まりってことですね。で、なんで、トンブリの種まきを見せていただけたんでしょうか。届いたからですよ、この動画が。ビデオメッセージが届いたんですよ。はい、気になってたでしょ、だって。ああ。トンブリのことさ、だって、あれ、2月だったっけチョコレートいただいたからね、美味しいチョコレート、ね、いただいたときだから、2月ですけど、トンブリすごい気に入って、私が応援大使やるって言ってあ<ー>言ってたじゃないはい。 大立てのね。そうそうそう。秋田の。そうそうそう。ええ、そうそう。で、今ちょうど季節的にトンブリの種まき。で、まあ秋に収穫とかかな。で、その後加工して、うん、まあ商品になるわけなんだけど、そのビデオメッセージが届いたから、うん、ぜひね、あの、共有したいと思って。無風だね。<laughs> <laughs> えちょっと一回測定していい無風だよねっれ。えどうした <laughs> えだって、リだいぶ気に入ってたじゃないトンブリは好きです。うん、好きでした。意外と何にでも合うし。そうでしょ作ってくれたもんね、なんかト,トマトに。そうです。そうそう。トマトにかけてっていう写真も深さんに送りましたし、うん、トンブリは食べるの美味しいけど、種まきシーンに、それほど。 うん、心待ちにしてたかって言われるとちょっとそうん、あはいとは言い切れるけどまあまあ,あの心待ちにはねあのしてないにしてもさ、うん、えこうやって種まくんだってさ<あ>その人としてのリアクションあるじゃない <laughs> ナチュラルなさナチュラルな人としてのあそうそうこういう感じで種まくんですねそう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 ピうーンっていうのはちょっとそかそ <laughs> うそうそうそうう 何だったんですかめちゃくちゃ怖かったんですけ <laughs> 私も自分の iPhone から聞こえてきたことがない音でした。ないでしょない<何>でしょ新着メッセージでもなかったですよね。よねうん、いや怖い怖い。うん、まあ、とにかく、ええ、あの我々がいただいているトンブリっていうのはこの時期に種をまいてちゃんとこう時間をかけて手間暇かけてあの商品になってるんだ瓶詰めされてるんだって。でしかもこのコロナで 9割減え？売上もうそもそもトンブリなんてなんていうのあのその売上部分なんてもうほんとスズメの涙程度なのにえ前年比9割減みたいな。本当ですか本当本当そうなんですよえそれはまあもちろんこの時期はねあのトンブリ農家さんに限らずもう,もう全世界全国的にでも大変な。 状況ではありますがもともとリってそんなに利益を、うん、求めてやってることじゃないのにでも手間暇かかるそう。それは大打撃ですよねそうでそうでもう実際この農家さんの中では、うん、あのオリーブオイルじゃなくてエゴマオイル、うん、エゴマ栽培を始めてるところがあってそれも苦肉の策なんだけど、うん、トンブリは本当に手間暇かかるんだけど利益が本当に薄いし。うん あの気候に左右されやすいっていうところもあるから、えーね、そうなんですよ。だからどうにかその被害を、傷口を狭めるっていうことで、苦肉の策で、エゴマ栽培をしているところもあったりして、本当に今もうかなりもう追い込まれている状況なんですね。じゃあ、どんぶ大使としては、どういうこれからのプランニングがあるんでしょうか。うん、ええ、ん トンブリを救うための、ええ、もちろん活動とかをこれからされていくっていうことですよね。トンブリ大使なんですから。ええ、わざわざトンブリのラインスタンプね。まあね。で、あれって、トンブリ農家さんに入ってるんですか <laughs> ん何がトンブリのスタンプ、深川さんが使ってくださるから、うんうん、私も購入したんですね。あれ違う。いただいたんでしたっけ、うん ええと、ま、僕は購入なのかなあの、コインでやるよね。そうそう。あの、私が買ったんでしたっけプレゼントしてくれたんでしたっけあ、プレゼントの仕方わからないから。じゃあ私が自分で買ったんだ。そう。買って、使っていたら、意外と私の周り買ってくれるんです。本当ありがとう。何そのスタンプ。ありがとう。受けるつって。で、あ、深春洋さんに教えてもらうと、リなんだけど、つって。そたらその子も使ってくれたりとかして。で、そっからリに関心を持ってね、で、スーパーで見るようになったら、 これかって、そういう効果ですかでもね、それも本当にあって、南にリって言われたから、なんかリが頭に残っちゃって、スーパーでこの間買ったよって、意外と美味しいねっていう、でうちの子がハマっちゃってとかっていうね、そのね、男の子はね、まだ何歳だっけな、6歳ぐらいかな、5、6歳なんだけど、トーストにバターたっぷり塗って、その上にリかけて食べるんですって。 えー、それがめちゃくちゃ美味しいんですって初めて聞いたそのレシピそう、うん、美味しいんですなんかたまにその上にチーズもかけたりするって言ってたんですけど意外とその食べ方にはまってるって言ってて面白いねだから私はそうやって、うん、まあ意図せずとも協力してるわけです丼ぶり副大使として、うんうん、なのにそのスタンプ を買うじゃないですか。うん、その売上金はどこに行ってるんですかっていう、トンブリ農家さんに言っているのであれば、うん、私もスタンプを広めます。でも、深川さんが自己満足で作っただけのものを、私はこそこまでこう世の中に波及させることはできません。んいかがお考えですか、それは。ちょっと一回家帰っていいかな。<laughs> ちょっと気持ちを整えてからもかう一回ここようかな。そしたら、まあ。トンブリ大使として、この有識状況を、放っておくわけにはいかないんじゃないですか。うんうんねね、行こうよ。秋田に行こうよ。大館にうん、大館に,、うん、に行こうよ。何しにみんなで踊ろうよ。ほら、またノープラン。<laughs> ノープランじゃないじゃない。霧ンポ祭りっていう、たくさんの人たちが集まるから、そこであの、お渡し会していいから。いいのいいよ。 何何月何日ですかと <laughs> 10<月> <laughs> 毎年10月にあるからでもさほら今3密を下げなきゃいけなかったりもするわけだから、うん、どうしましょうまあ10月ごろねどういう状況かわかんないですけどあでもたくさん人が集まるイベントっていうのはあれだから、うん、やっぱそのでもそんな何百人とかでしょあなたも私帰って何を言ってるんですか1箇<え>所3,000人ですよ1箇所そうもうだって2万人以上。<laughs> やらせていただいてますから、うんうん、じゃあシークレットだなそうなるとシークレットにしたら何の意味もないだろうが <laughs> すいませんねちょっと口を荒くなっちゃってええー、大丈夫ですよ、えー、いやだからいつか行きましょうよ子供たち喜びますからもう多分一緒に行ったらもう誰も俺のこと見ないと思うけどね <laughs> <laughs> いやまあだって 私が行ってこの大館の東館小学校っていうねもういわゆる田舎の小学校みたいな感じでいいんですけど、うん、そこ行ったらもういわゆるディズニーランドのミッキーマウス状態なんですよどこ行ってもあ深川さん深川さんうん大変なことになりましたわかったじゃあ広中アナウンサーとのセカンドシングルは「とんぶり」テーマにして、うん、でそこで披露しましょう待って待ってちょっと待ってで秋頃にリリースしてセカンドシングルを、ええうん うん、で3年後にはアルバム、うん、そちょ足並みだけ揃えてくれる <laughs> <laughs> いつもすぐ行っちゃうから、うん、こうやってあの頭踏んで行っちゃうからね,のね <laughs> でのろでで中ちゃん関わるってことは、うん、テレ朝がもちろん取材に来ますから、うん、そうすると「ね、トンブリも波及します、うん、いやいやそんないやもうめちゃめちゃ嬉しいよそんなことできたら。 真剣に考えなあのー、じゃあ長野さんにも「とんぶり」なあの帽子をかぶっていただいて <laughs> うん、うん、でゆうひさん、うん、ゆうひさんにもたまに入ってもらいます、うん、そしたら「ロケットマン」がずっとね、うん、楽曲提供じゃちょっとあれだからああそうだねゆうひさん作ったらもねホフディラン楽曲提供もしてもらってで寿司司さんの「うん」 力で、そのユニットを映画に出していただく。いや、ほんと天才だわ。ちょっと見切れさせる。ほんとあなた天才だわ。もうビジョンがね、すぐできんだね。うん。でも、ついてきますよ。あ、もうぜひ。ね。うん。カバン持ちからやればいい。カバン持ちからやりますよ。あの、あとで、ちゃんと距離取ってね。そう、そう、そう。ちゃんと距離を取って。で、PDF 送ってくださいね。はい、わかりました。 ガツワンプレゼンツ田中みなみあったかタイム。 深澤さんありがとうございました,ま,したまた来週、はい